皆さん、こんにちは。竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。私は時間ができるとすぐに近所の渓谷に来ます。奥入瀬渓流は渓流の流れが速いところも綺麗ですけども、こうしたゆっくりとした流れのところに見るのも私は大好きです。さて、先日相談をいただきました。企業の健保組合と人事がうまいこと噛み合っていない。人事は人事で職員の健康管理を独自にやろうとして健保組合に必要な情報をくれないという相談です。これ縦割りの組織の中ではよくあることです。どうしましても日本人は現状維持バイアスが強いです。さらにコントロール欲求、逆の言い方をしますと他人からコントロールされたくないという心理が働きます。この現状維持バイアスから抜け出すためには、まず現状を司る環境下を変えるというところから始めてみます。一つ目の提案といたしましては、いつも話し合いをしている場所というのがおそらく会議室である可能性があります。会議室の会議やめてみてはどうでしょうか。会議室で会議をするとどうしましても入った瞬間にいつもと同じモードになってしまいます。相手の説明を聞いて聞いてるうちなんだか戦闘モードに入ってきて、まずは一言言ってギャフンと言わせてやろうという気持ちが芽生えてきます。それを避けるためにも相手をおおらかに受け止められるような環境に身を置くというのはどうでしょうかね。話し合いの場所、奥入瀬渓谷でやってみたらどうでしょうかね。普段はいがみ合ってる相手同士でもこのおおらかな自然の中にいるとなんだか許容できるような気がしませんかね。膠着した関係の時は環境を変えてみるということを一つ目にお勧めいたします。二つ目三つに関しましては次回お話しいたします。今日の話はここまでいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。